南三陸町役場庁舎南三陸町は、宮城県北東部に位置し、元吉郡に属する唯一の町、三陸海岸南部に位置する。藤原秀平、秀平の四、男高校に、ゆかりのある地。江戸時代には、仙台藩の直轄地として番所が置かれた。宮城県の北東部、元吉郡の南部に位置し、静川湾、入前湾に面する。 湾内には、椿島、竹島、船形島、野島などの島があり、リアス式海岸特有の優れた景観を持つ。沿岸部一帯は、三陸復興国立公園の指定を受けている。西、北、南西は、北上山地の市脈に連なっており、町土の70%以上は森林である。リアス式海岸の地形的な特性から、津波の影響を受けやすく、 近世以前においては、平安前期の上岸地震に伴う大津波など、近代以降では、1896年の明治、三陸大津波、1933年の昭和、三陸大津波、1960年の地理地震津波によって大きな被害を受けている。そのため、沿岸部には、防波堤や防潮堤、水門などが設置されている。しかし2011年、 東北地方太平洋沖地震によって被災し、特に大津波による被害は、甚大となった。この地殻変動は、先の上岸地震以来1141年余りを、経て繰り返された現象とみなされている。また、この地殻変動によって、当地域内の静川地区の地盤は、水平方向に 442cm、垂直方向にマイナス75.27。75. センチメートル移動したことが GPS を用いた国土地理院測地観測センターによる分析で明らかとなった。山地南三陸町を代表する山である辰金山は霊法として古くから仏教徒の修行の場となっており、頂上からは360度のパノラマ的景観が見下ろせる。河川系町内のすべての川は町内に水源を持ち、また、 その加工もすべて町内にある。数字は川の最長距離を示す。近海、沿岸地形宮城県内の三陸、県北、仙台、県南の地政的地方区分のうち三陸地方に属し、その南部に位置する。また同県の北部、中部、南部の地政的地方区分では中部地方に属し、その北東部に位置する。県の広域行政区分上、 気仙沼市と元吉郡とで広域気仙沼、元吉県を形成する。近世以前近代以降2011年3月11日14時46分18秒、マグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震が発生し、南三陸町は震度6弱を記録した。さらにこの地震が引き起こした大津波は町内の3つの川を逆流し、1960年の 地理地震による津波の到達地点を越えて内陸深く侵入した。町役場庁舎もこの津波に巻き込まれた。この地震による地殻変動に伴い、静川地区の地盤は大きくずれた。町内にある5つの鉄道駅は周辺地域の駅同様、その全てが甚大な被害を受けた。陸前徳良駅は駅と周辺施設の全てが あともなく流出し、静川駅、陸前港駅は駅舎などが流出し、線路も大きな被害を受けた。高台よりにあった宇達駅と清水浜駅はかろうじてプラットホームが残ったものの、宇達駅の駅舎は、前回、周辺の線路は大きくねじ曲がった。気仙沼線は、至るところで線路が寸断し、鉄橋も崩落、トンネル内にも、 ガレキ漁船等の津波漂流物が入り込んだ。町庁舎と仙台法務局は共に被災し、保管していた電子カズミの戸籍データが完全消滅したと懸念されたが、同法務支局の上層階で約1年前の戸籍データ副本が発見された。2011年6月22日時点で判明した人的被害は死者542人、行方不明者664人、 町内の避難者2697人、町外及び県外への避難者1832人、建物被害は全千3166棟、大規模半壊91棟、半壊54棟で被災率61.1%。仮設住宅は申し込み数2045戸に対して1233戸が完成し、合わせて民有地35箇所が活用されている。 2011年3月11日、東日本大震災で、庁舎ごと津波に飲み込まれるも、奇跡的に生還を果たした。旧静川町名誉町民旧、宇達町名誉町民南三陸病院かつては、公立静川病院が町内にあり、町の中核病院として機能していたが、東日本大震災で被災。隣接する富市の富市立米山診療所の、 空き病棟を借り受けて入院患者を受け入れ、通院患者は町内の仮設診療所で対応していた。2015年12月14日、町内に南三陸病院が開業し、公立志津川病院の機能を引き継いだ。南三陸三山商店街南三陸浜荒れ、うったつ江戸時代以降、イリア地区を中心に養産業が盛んに行われるようになり、 仙台藩における養蚕、木糸生産の中心地となったが、木糸生産は現在ではほとんど行われていない。静川湾では、銀酒、柿、ホタテ貝、ホヤ、ワカメなどの海面養殖業が盛んに行われてきている。東日本大震災までは、農業業体験を含む滞在、体験型の観光にも力を入れていた。 産業別就業者数水産業2020年における各種人口統計は以下の通りである。なお、一部の数字は四捨五入されている。2020年における各種面積統計は以下の通りである。なお、一部の数字は四捨五入されている。2020年における各種経済統計は以下の通りである。なお、一部の数字は四捨五入されている。 旧歌津町では、入り前、小学校、なたり小学校の児童による創作ミュージカルが年に1回行われていた。これは、プロの脚本、指導によるもので、ストーリーは昔から伝わる民話をもとにしたものが多く、ミュージカル作品を通じて郷土に対する理解を深めることと、レッスンを通して、上層教育を行う狙いもあった。このユニークな取り組みが評価され、 第2回ふるさとイベント大賞を受賞した。静川駅陸前徳良駅かつては JR 東日本気仙沼線が町内を通っていたが2011年の東日本大震災の影響で柳津駅気仙沼駅間が休止。BRT で復旧し、鉄道としては休止のまま2020年に廃止された。以来、町内には鉄道路線が通っていない。 鉄道を利用する場合の最寄り駅は、柳津駅。バス高速輸送システム路線バス高速道路、一般国道都道府県道庁内に、道の駅は存在しないが、道の駅33南三陸が2022年度に開業予定である。辰金山南三陸町総合体育館、ベイサイドアリーナ。ありがとうございます。